エクスプローラーはニューサウスウェールズ州の地域鉄道サービスでシドニーとアーミデル、モリー、ブロークンヒル、グリフィス、キャンベラを結んで NSW トレインリンクが運行する機動車である。最初のエクスプローラーは1993年10月から運行を開始し、機構的には同じであるエンデバー鉄道車両よりも高いレベルの乗客用アメニティを備えている。 23台の車両はすべてビクトリア州ダンデノンでアブトランスポーテーションによって製造された。1988年3月のグライナー政府の選挙に続いてコンサルティング会社のブーズ・アレン・ハーミルトンは NSW 鉄道サービスに関するレポートの作成を依頼された。純粋に経済的な理由で報告書はすべての国の旅客サービスは 実行不可能と判断して閉鎖することを推奨したが、これは政治的に許容されなかった。サービスを維持する必要がある場合、レポートは拡張された、コーチネットワークによってサポートされるすべての XPT オプションを推奨した。このオプションは政府によって採用され、新しいタイムテーブルは1990年2月に導入されました。これによって廃止された列車の一つが、 シドニーからアーミデイルまでのノーザンテーブルランズエクスプレスで、これは機関車で運搬されるハブ、ロシアルーブルセットと XPT によって確実で運行された。これはタムワースに切り捨てられ、1日の XPT で日帰りサービスとして運用されるようになった。シドニーからアーミデイルまでの道路コーチが導入された。コーチにとって変わられるもう一つのサービスは、 デブセットが運営するウェリスクリークからモレーへの接続サービスであった。1990年3月の連邦選挙でサービスが停止された NSW 州北部の有権者の多くの支持を失った後、国民党は政策転換が必要であると決定した。1990年6月、政府はアーミデールとモリーへのサービスを再導入するために17台の エクスプローラー車両を購入し、キャンベラへのサービスの機関車運搬ストックとコーチを置き換えると発表した。これにより、グラフトンへの毎日のサービスを運用する XPT がリリースされた。エクスプローラーは、1993年10月にノースウェスタンサービス投入され、1993年12月にキャンベラサービスに投入された。1994年11月、 政府は、さらに4台のエクスプローラー車両を注文した。2000年5月から、エクスプローラーは、グリフィスとブロークンヒルへの毎週のサービスを引き継いだ。すべては、NSW トレインリンクリージョナルトレインプロジェクトに置き換えられる予定である。2019年2月に、カフトの契約が締結され、エクスプローラーは2023年から交換される予定である。 最初のカンドトゥリーリンクのカラーリングのエクスプローラー2006年10月、シドニーセントラルエクスプローラーは現在、シドニー以外で一家のサービスを運用している。車両の形式は以下の通りである。車両番号は以下の通りである。EA2508 と EC2528 は以前はエンデバーの鉄道車両 LE2815 と TE2865 であった。 ダプトからキアマまでのイラワラ線の電化によって利用可能になり、ダンデノンのボンバルディア交通機関によってエクスプローラーに改造された。これら2台の車両の改造により、鉄道サービスをブロークンヒルにアウトバックエクスプローラーに再導入することができた。各社は 1800rpm で定格 383kW のカミンズケータ -19R ディーゼルエンジンを搭載。 フォイト t 3 1 1 r 油圧トランスミッションに結合されたフォイトターボ V15、19Y1 台のボギーの両方の車軸を駆動しする。トランスミッションにはフォイトキロバイト 260R 流体力学ブレーキが組み込まれている。このトラクションパッケージによりエクスプローラーの最高速度は時速160キロメートルになる。しかし、 運行中は時速 145km に制限されている。補助の 135kW カミンズ LT10R ディーゼルエンジンはニューエイジスタンフォード UCI274 回オルタネーターを駆動してエアコンと照明に電力を供給する。2006年10月、レイルコープはエクスプロアラー及びエンデバー鉄道車両の改修に入札を発行した。契約には 新しい座席、ビュッフェのアップグレード、新しいカーペット、トイレのアップグレード、ダバのアップグレード、予約済みの荷物の延長セクション、および列車用の車椅子スペースの増加が指定されていた。ボンバルディアトランスポーテーション、ダウナーレール、およびユナイテッドグループレールが応答し、ボンバルディアが落札者となった。すべてのユニットは新しいカンドトリーリンクカラーに再ペイントされた。 改修は2007年半ばに始まり、2008年末に完了した。NSW トレインリンクの設立後、カンドトリーリンクブランドは列車から削除された。ありがとうございます。